全国のモルックファンの皆さん、おはようございます。モルックラジオ P ハルスクニュータイオケイティです。今回は IMGP フレンドリーマッチ親善試合ナンバー12の方をお送りしていきます。さあ、前回の後半戦といった形になりますが、ジェット選手対ハルスプリング3ゲーム目をお送りいたします。さあ、ゲームの流れとしてはファーストゲーム、セカンドゲームハルスプリングが取りました。セカンドゲームは久しぶり、この動画シリーズでは久しぶりの5ターンモルクエースが出たといったところで、久しぶりにエコーボタンを押したんですけどね、緊張するんですよ、あのエコーボタンを押すときエンコードするとあんまりエコーがかかってないみたいに聞こえるときがあるみたいな。さあ、ジェット選手の先行で3ゲーム目スタートします。あとがね、ジェット選手ですから、ここは絶対に取っていきたいといったゲーム。さあ、先行は9点で終わりましたね。で、ハルスプリングはセカンドブレイクに入りまして、これも9本取りました。9点ですね。さあ、これで11番が少し手前に出ているぞといったところで、ジェット選手はバックハンドで11番シングル狙ってきます。これしっかり取りましたね。これ20点、しかもいい位置に置いたんじゃないですか。さあ、そんな簡単ではない位置ですよ。さあ、ハルスプリングも、まあ、同じように11番狙っていきますね。これで20点、ミラーゲームになってきます。まあ、お互い11番、もしくは7番といったところなんですけど、まだ距離的には11番取りそうですよね。さあ、ジェット選手もう一回11番狙ってくるか。11を狙うと31になります。そして残り19点といった構造になってくる。まあ、おそらく考えていることはどちらも11番11番8番、まあ、この3回なのかなと。しかしジェット選手はこれミスになって、ハルスプリングにチャンスが回ってきます。まずはこの11番取りたいといったところ、これをしっかり決めていく。さあ、31点、まあ11、8の線が濃厚でしょうね。他あんまり見当たらないんでね。さあ、ミスが1つついたジェット選手はどこから攻めていくか。11番、8番はどちらも動かしたくないところですよね。7番を触ってきました。まあ得点を重ねようといったところですね。上がり目は見えていませんが、まあここは取れないよりは取った方がいいといった形でいきます。さあ、ハルスプリング、まずは8番を取ったりかといったところなんですが、んどういうわけか12番が取れてしまった。はい、リプレイはちょっとね、めんどくさかったんで、皆さんで戻してもう一回見てみてください。どういうわけか12が取れてしまった。これでラスト7番になります。さあ、何かケチがつきそうな一投を投げてしまったんですが、7番をなんとかディフェンスしなければなりません。あー、このショットはミスになります。なんとか押したかったところなんですが、確実に後ろにプッシュすることはできませんでした。さあ、あとはこの7番しっかりミスなく一発で沈めることができるか。これも5投目です。これで後ろ回り込んで決まりました。ファイブターンモルクエース。さあ、まさか2連続ファイブターンが出ました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、というわけで、ナンバー12あっさりと終わってしまいました。来週、再来週かな、ナンバー13をお送りしますので、よろしくお願いします。剣士速攻モルクのシリーズもよろしくお願いします。